HD13322 は、乙女座の方角にある八等級の構成である。大々色の軽型種系列性で、太陽よりも若干暗くて冷たい。北極圏を除きほぼ世界中で望遠鏡か双眼鏡を使うと、ほぼ正確に天の赤道上に見ることができる。1999年、ラシア天文台での視線速度法による観測から、一つの 太陽系外惑星が HD13322 の周囲を公転していることが発見された。2019年、世界中のすべての国、または地域に一つの系外惑星系を命名する機械を提供する IAU100NM Exewires プロジェクトにおいて HD13322 系はスイスに割り当てられる惑星系となった。このプロジェクトは 国際天文学連合100周年事業の一環として計画されたイベントの一つで、スイス国内での選考と国際天文学連合への提案を経て、太陽系外惑星とその母星に固有名が承認されるものであった。2019年12月17日、IAU から最終結果が公表され、h d 1 3 3 2 2は m n c a 1 HD13322B は、アイガーと命名された。MNCH、アイガーはいずれも、スイスのベルナーアルプスを代表する名砲で、世界遺産にも含まれているユングフラウアレッジ、自然保護区にあるメムヒとアイガーのことである。ユングフラウはドイツ語で、乙女を意味し、乙女座に位置する、この成型との共通点もある。ありがとうございます。